それでは、これより第二部を開廷します。弁護側、準備完了しています。OK、Let's rock! おお、今の調べ、まさに異端長ですな。超地球規模で的を外した感想だね。ガリュー検事、今日の法廷は音楽で決着をつけようじゃないですか。ほう、音楽でこの僕に勝てるとでも。お互いに好きな曲をぶつけて会場の皆さんに判決を下してもらうんです。なるほど。では弁護人、楽曲の提示をお願いします。弁護側は逆転裁判4法廷組曲、スリルに逆転のスパイスを振りかけてフルコースで召し上がれ。じゃあ検察側は圧巻メドレー、法廷を鮮やかに彩ったピカロたち、その涙を隠し味にしたカクテルで乾杯といこうか。チアーズ。なんというか、ある種歌合戦のノリになってきましたね。食器の赤で赤組とレザージャケットの紫組、赤紫歌合戦。ピンときません。じゃあ無罪の白で白組と有罪の黒組、白黒歌合戦。 OK、 今日この場で白黒はっきりさせようか。それでは2曲続けて聴いていただきましょう。新しく生まれ変わった法廷の調べ、まさに若返る思いですな。俺の前髪も取り替える思いです。ところで、実は検察側は今日この法廷のために証人を呼んでいるんだ。証人？あのボルジニア共和国から歌姫をね。音の絵の具の風景画家。マスター！まさかそれってあの問題作ですか？異議あり！問題作って言うな！僕とラミロワさんで一生懸命作ったんだ。私も大好きですよ、ラミロワさんのあの名曲。オーケストラで楽しむことができるのですか？もちろんだよ。それでは今週の第1位、恋するギターのセレナード。趣旨が変わってきたぞ。それではよろしくお願いいたします。この席に座って早7年、若者たちの胸のすくような活躍をここから見守ってきました。今日オーケストラの奏でる素晴らしい音楽に、あの頃の彼らの姿が鮮やかによみがえってきました。きっと皆さんも同じ気持ちを味わっていただけたのではないでしょうか。名残はつきませんが、本日の特別法廷、これで全ての審理は終了しました。それでは、これにて閉廷します。私は、もう少しこのまま、心洗われる余韻に浸らせていただきましょう。拍手が。
もっと私を。あった。裁判長、この特別法廷まだ終わらぬ。終わることはできない。夢でしたか。アンコールの拍手が全く起こらない夢を見ていました。かなり嫌な夢ですね。それで三剣検事、どうかしましたかの。私は、いや、我々はまだあの曲を聴いていないではないか。あの曲？その、私としては全国のちびっ子のためを思って、決してその、まあ、私自身は別に特にあれなわけだが。三剣、噂は本当だったのか。なるほど、どうやらもう一人の選手を忘れていたようです。それでは最後にもう一盛り上がり行ってみましょうか。皆さん準備はよろしいですね。さあ、いかがですかな、三剣検事。これで満足していただけましたか。うん。まあ私としては、そもそも式というものはこれぐらいがおしゃれというものであって。異議あり。あの、そういえばもう一つ大事なことを忘れていませんか。おや、何ですかな。いやいやいや、いるじゃないですか。天使ならもう一人、皆さんの目の前に。貴様のテーマ曲ならもうすでに聞いたはずだが。だからそれは偽物だ。僕のテーマ曲はチャン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 。それでは本日は長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。皆さん、またどこかでお会いしましょう。次の公演はアメリカあたりがいいね。その時こそはこの私の一礼で締めたいものだ。また、あの、最後にちょっと一言いいですか。あ、いたんですか。どうやら今回も聞くようだな、あの一言。俺、発声練習してきました。行きますよ、なるほどさん。オーケー、せっかくだ。会場のみんなも一緒にどうかな。やはり最後はこれですな。それでは行きますぞ。